ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。こんばんは、ストーンズ田中樹です。パクソジュンです。ジェシーですよね。ジェシーです。はい、ということで、よいしょよいしょということで、無事ストーンズ復活でございます。復活、皆さん、ご心配ご迷惑をおかけいたしました。すいませんね、本当に。私田中樹、そして今話してるジェシー、あと、はい、森本慎太郎が仕事を無事復帰いたしました。ありがとうございます。お待たせいたしました。ということでね、まあ私田中樹もメイン MC 復活ですよ。復活だね、メイン MC。 ずいぶんお待たせしたなとお待たせしまったなと、みんな待ってたんだろうと思っております。久々に聞くんじゃない。そうだよね。で、まあ、2週分かな。そうね、樹は、うん、2週分お休みしたんですけども、まあ、この2週は高知と京本北斗の3人が、はい、こう入れ替わりでやってくれたんですけども、聞いたりした？なんとなく聞いたよ。おう、そう、うん、まあ、先々週はね、京本コーチの2人の放送、はい、ありましたね。で、まあ俺は聞いてないんですよ。あ、聞かなかったの。俺今後さ、うん、この土曜日に、はい、ラジオに関わらない日は来ないじゃないですか。まあ、ある意味スペシャルという感じで。そうそう、だから聞かなくていいんじゃないかと。ラジオと一切触れ合わない土曜日を一回作ってみようかなって。なるほど。本当は最初マジで聞こうと思ってたの、ラジコ入ってるし。うん。でもいや、マジで触れないでみようと思ったら、なんか肩とか首とかすごい軽くなって、おう、あ、普段やっぱリスナーの日々の怨念を俺は怨念を、ね、受け取ってるんだなと思って。土曜日に、そう、うん、だからそれがなかったらなんかね、調子良かったですよ僕はね。で、まあ噂というか、こんな話してたとか、まあちょっとね、そういうのは聞いてますよ、うん、本人たちからも聞いてるし、はいはいはい、で、なんか牛タンの話とかしてたみたいな。牛タン話してたよ。牛タンでなんかセッションみたいな話してたもん。牛タンでセッション、なんか細かい会話の内容とか聞いてない。冷凍庫に入れてたのかな、うん、その牛タンでカンカンカンとかやって、いや、音鳴らしてた。音鳴らしてたの。リモートなのではだよね。そうそう、ブースじゃ絶対できないもん、ね、でも本当にそれが牛タンなのかって話なんですよね。ああ、なんか別のもので鳴らしてたんだね、うん、で、京本コーチが牛タンを家になんかあるみたいな感じの話でしょ。そうそうそう。聞かなくてよかった。いや、でも本当やばかったよ、俺聞いてたけど。聞かなくてよかった。なんかコーチもカミカミで、これ大丈夫なのかなと思って。ああ、そう、聞いたら我慢できない、我慢できなくて、リモート入って笑ってますよ。そうだよ、本当に。あ、やっぱジュリア大切なんだなって改めて気づかされました。ありがとう。でも、まあ、謎のジャズセッションラジオみたいになってたらしくて。そうよ。なんか牛タンが好きみたいなことなの。まあ、コーチは俺は知ってたよ。あ、牛タン好きみたいな。一回なんか無理やりちょ牛タン専門店行こうみたいな。あ、そうそう。あ、じゃあ行こう行こう。つったっきり牛タンの話が一切聞かなかったから、俺は久々聞いたよ。俺どっちか忘れたけど、どっちかが家に牛タンあって、なんか牛タンシチューだかなんだかを作るみたいな話は聞いたけど、コーチじゃない多分。どっちか覚えてないから、うん、さほどどっちの印象もないんだと思う。コーチじゃない。俺タイガーはね、あんまりそんな興味なかった。ずっとトマトって言って。いや、だからまあまあ、あ、ごめんごめん、トメイロって言ってたから。いいよ、トマトで伝わるから、はい、いや、だから多分嘘なんじゃないかなと思うんだけどね、俺一回ね、やっぱ家行かないと。そう、本当にね、うん、まあ、したらまあ、で、なんかライブでね、MC でこの話をしたのよ。ちょっとしたね、こんな話をしたよみたいな。そして慎太郎もそのタイミングで家に牛タンあったらしくて、あの、2分の1 牛タンに取り憑かれてるみたいな状況になってたんですね、うん、ジュリどうすんの。ジュリ誰が牛タン、俺がどうするかってこと、うん、頼む牛タン。いや、でも俺家では料理しないから。うん、焼肉屋さんとかさ、それこそ牛タン屋さん行って食べる感じだ、うん、あ、家はな、やっぱないか。ないな。あ、家あるでしょ。いや、何を楽しんでんだお前、こんな会話ないかなこの会話何でそんな盛り上げようとしてんだよ牛タントーク。はい。で、先週がね、先週が北斗と先週ね、そうね。これも聞いた？これも何か聞いてたよ。まあ、これも昨日の MC で報告受けたんですよ、はい、北斗からね。北斗がすごい剣幕で結構怒ってて、怒っててずっとボーって切れてたよ、ね、クレームみたいな感じで。コーチがなんかそのお昼のラジオみたいなことやろうとしてたんだよみたいな。ちょくちょくそうなっちゃうんだよね。そう、なんかクレームが入ってて、まあなんか
話によるとコーチがリスナーからのメールのリアクションをずっと間違えて、なんかヒルナンデスに出てる人みたいな受け答えからなんか全く抜け出せなくなってしまったラジオみたいな。そうなのにヒルナンデスまだ呼ばれてないっていう、そこもまた不思議なところだよね。だからそうポイントはやっぱヒルナンデスに出てる人みたいっていうところよね。呼ばれてないですから、うん、あいつやるじゃないたまに。それいやお前それは絶対こうババーンってやり合うやつじゃんみたいな時に柔らかく全てを抱きしめるじゃない。そうそうそう、あいつそう優しさがゆえに優しいんだみたいな、うん、だから普段楽屋だよ、まあね、結構ビシバシね、結構言うてるけど厳しいよね。リスナーを抱きしめる癖あるじゃない。そう本当に。でそれがこっちたまにこれ発動するんですけども、北斗がそれに当たったっていう形になりましたね、うん、そうね、うん、本当北斗ずっとブチ切れてたよ。ブチ切れ、うん、もうブチブティ切れ状態。ブティ切れだった。じゃあなんかあれでしょ、あとコーチが外の気温が1度って言ったらさ、なんか北斗が外の気温言うなってなんか怒って喧嘩みたいになったりとか。リスナーの皆さんにね、なんか優しいラジオをお届けしましたよ。ああそうだ、北斗はいつも通りやろうとしてんのに、コーチが仕切りとかをやってるもんだから、なんか変な昼かなと思って変な感じになってきしまったわけでしょ。だ俺もずっと家にいたわけだから、え待って今昼なのかなって。まだまだ確認したら、ああ星はあるわと思ってジェシーが聞いてる感じはどうだった、この二人のラジオ。いや面白いは面白いそれは、うんうん、ただまあ、ね、あれ今昼かな夜かなやっぱり終わっちゃってんじゃん。そうそうダメじゃん。やっぱそういう風に感じましたよ。まあまあまあ何にせよね、まあ2週繋いでくれた3人にはまあ感謝です、ね、ああそうね。まあまあこのラジオ以外にもいろいろあの虚無とかも頑張ってそうお仕事をやってくれたりとかして、はい、まあなんとかまあいろんな関係者の人には迷惑かけながらも、うん、まあなんとかストーンズ内で収めることができましたね。まああとねライブの名古屋はちょっと延期になってしまって、はい、ちょっとそれもう申し訳ないんですけど、ね、申し訳ない、ね、まあ延期っていう形にはできたから、まあ不幸の幸いというか、はい、ありがたいっていう形で、まあだからまあ俺と慎太郎と自身以外の3人にはもう本当改めてありがとうございます。ありがとうございます。感謝しますよ。もう後でね一列に並んでもらってお菓子みたいなものあげたいなと思います僕はね。感謝の何あげる？ラムネをあげる。ラムネ僕は。自身もなんかあげといた方がいいんじゃないですか？俺？じゃあ俺、眉毛。眉毛？眉毛あげる。お菓子じゃなくていいんですか？お菓子はダメや、コーチはもう。お菓子食べちゃうからね。うん。でまあまあ、こう、はい、はい、どうぞ、はいはい、って。まあちょっとじゃあ、肩もみとか。お菓子食べてるところの肩もみ？え、そうそうそう。あ、いいじゃない、いいじゃない。のラムネで、俺はそこの肩のマッサージを。疲れをね、癒して。疲れを癒して。でまあ、その、昨日、MC とかで話したって言ってたんですけども、まあ、僕たちは今週はちょっと静岡からリモートでお送りしてるっていう形なんですよ。金魚の形 ね、静岡県知らない人はぜひ調べてください。静岡県金魚の形、金魚みたいな形。でも本当に勉強になるよね。初めて静岡県聞いた時さ、うん、どこだろうと思ったら金魚の形してるとこですみたいな先生に言われなかった？言われてない。俺それでもうすぐ分かる、静岡は金魚。あ、だそれで地図見たら分かる。うそ分かる。俺なんか俺ね、あの頭の音で覚えてた。上から何北海道青森みたいな、うん、あるじゃん、なんか頭あいみやみたいな感じで覚えてた。そうやって覚えてたんだ。そうはあ、そういう感じで覚えてた。あの ER 算数のあれか理科のやつみたいな。あ、水平リーベル、ね、水平リーベルER 算数ってあのどっから国の数字じゃない。水平リーベル、水平リーベル。そうそう、まあ、静岡からお送りして、まあ、静岡にちょっと、はい、あのフィールダーシティライブツアーの、ツアーでちょっと来てるんですけども、昨日から。そう、来ちゃってんすよ。いやいや、来ちゃってるんですよ。来ちゃってるんですよ。で、まあ、なんかね、ちょっとね、復帰感がちょっとないかも。知れません。感覚的に俺。わかる？ラジオ？そう。でも俺が、まあ、まあ、もともと毎週出てるわけじゃないからね。まあ、ジュリア特にね。いや、ちょっとね、その、お待たせしました。私だなみたいな言ってたけど、ちょっとあんまさ、なるほどね、まだない。あんまりその実感とかもないからね。なんかちょっとその、帰ってきちゃいました、満を持して。はい。バンバン仕切りますよ！よいしょ！みたいな雰囲気で言ったけど、もう全然しっくりきてないんですよ。うん、来ない今。どうする？じゃあだから俺はね、ブース帰ってきて、なんかアルマゲドンの音楽とか流してさ、盛大に、みんな待たせたなみたいな感じで行きたかったのよ、俺はね。盛大に。そしたらね、まあ、ツアーで静岡来てて、ライブ終わった直後ね、ちっちゃい部屋にまたぶち込まれたわけですよ。謎の小部屋にね。うん。なんかマジで実感ない。
そうね。まあライブでね、もちろんファンの人とかで会えて、ごめんねお待たせとか言ったら、まあ、それはあるけどね。ちょっとその、ヒエおじたちともさ、顔合わせられてないじゃない。画面越しじゃない。そうね。なんかちょっとこの、だから今日俺ちょっとリトルストーンも、なんか俺に攻撃的なメール送ってきても、多分空振りしてる感じになる可能性あるかもしれない。うん、し、俺も言い返しても空振りしてる感じで終わってしまうから。まあだからやってみないと分かんないからね。そう。でもあとね、あれじゃない、この番組、ライブ終わりの俺らのこのラジオ、ストーンズはね、あの、ラジオのパフォーマンスが終わるでおなじみなんですよ。はい、ダメだと思う。お。インセプションラジオなんて言われてたわけですよ。ずっと夢の中みたいなね。確かに。で、まあ今回は、しかもそれに2週間のブランクも乗っかってます、ね。乗っかってるから、まあだから、から。から。普通こんなこと言いませんよ。何言うのよ。プロとしてある。何言う何言う。お寄せいただくと、多めに見てくださいと。ああ。優しくしてねって。優しくね。今日はね。スポンジのように。うん、今日はね、先週、先々週のラジオひどいよ、聞かなくてよかったよ、なんて言ってたけども、それとどう、と、もしくはそれ以下のラジオを同意する。いや、それはないんじゃない？がある。危険がある。まあ一応ね、保険ね。優しくしてください。今日、うん、今日優しいラジオにしてほしい。優しいラジオ ね。いつもライブの時は優しいラジオですから。そうそう、優しいラジオにしてほしいんです。で、今日のライブですよ。まあ昨日もやってきて、はい、明日が3日目、静岡は一応、まあ日付変わって今日ね。あ、まだ変わってないか。変わってない。日付、明日か。もうちょっと。明日がラスト。最終日、静岡。4公演目と5公演目がありますよ。なるんですけども、どうですか。まあ僕たちはだから復帰してすぐのライブっていうのもあるし。そうね。いや、よかったね。何が？いや、できて。ああ、まあ、そうね、うん。なんか、なんだろう、やっぱ、いい仕事楽しいなと思うし。ライブだよね、やっぱり。ライブは、6人でだよね。ライブはやっぱ6人でだよね。6人でだよね。いいよな。あとね、うちらにこう、お帰りとか、あるね。人とかもいたりして、なんか、ああ、なんか心配かけちゃったな、なんて思いながら、もう、なんか、あ、帰ってこれてよかった、みたいな気持ちですよね。私、お帰り、それ、俺、北斎に言ってんのかなと思ってた。俺静岡じゃねえしと思って、あいつ地元静岡だからお帰りってそう、そしたらあ、俺かと思ってそうです、復帰したからね。そうそう、まあまあ元気にやらせてもらってますけど。元気ですよ。もうでもさ、結構体力面さ、やっぱりさ、横割りの時よりしんどくない？まあ家にね。まあでも俺はちょっと家で筋トレとかしてたから。いやっていうのもあるけど、あとなんかその、まあなんだろう、そのやっぱさ、動きたくても動けないフラストレーションがあった分さ、すごいさ、そのライブで前半というかもう数曲で全て出しちゃうぐらいやっちゃうから、うん、本当にその燃えてるから ね、なんていうの、割合がさ下手くそになっちゃって、うん、体力の消耗すごいよね。すごい。終わった後、いやー、まあでも本当に楽しくやらせてもらってますよ。まあこれ来た人とかもそうですし、明日来る人はね、うん、まあ改めてね、感染対策とか気をつけてもらって、もちろんそれは大事ですよ。まあ今俺らもさ、やっぱ本当気をつけてたけどさ、誰がいつなってしまうか分からないので、ね、あともう免疫をね、まあ本当に自分たちができることは最大限して、声出しとかできない状況だけども、うん、その中で楽しんでもらえればなと。そう、全てを受け入れて楽しんでください。思いますね。まあだからこのリモートラジオも約1年ぶりぐらいだよね。1年も経ってないけど、まあ去年のツアー以来だもんね。そうね。あとこれさ、ちょっとリスナーごめんね、これヒエおじに質問なんだけどさ、この後 CM じゃん。これ俺って今までどうやって CM 行ってたっけ。これじゃあなんか面白い話があったらそこで音流れて CM 行ってた。ああ、そう。じゃあまだ手応え的には CM 行けるような、あ、落ちてない、落ちてないっていうことなんだ。まあ今はね、まあ大事な話しましたから。ああ、まあまあまあね。そうそうそう。そのどうやって、そのじゃあさ、CM 行けんみたいなこと言ってもらってもいいかな。そう、お願い。その CM それ聞こえてないでしょ。CM 行け。あ、これじゃ無理だな。聞こえてない、聞こえてない。無理だな。そのほら、落としてもらわないとって言われてるよ。ごめん、言っとく。今日このままあと1時間以上落とせるような話できない。俺、あっ、何かが落ちてない。これで、なんか、あ、これで落ちたのかなって感じ。あ、ちょっと恥ずかしい。歯に乗りついてる。マジで。田中樹です。俺、ジェシーです。
ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。宣伝30秒チャレンジ。次週シングネクストステージ2022年3月18日公開、アルフォンゾ X 京本大河流星の絆。2022年8月上映、新橋演舞場、松村北斗、ホリック、道明静香役。2022年4月29日金曜日全国公開、恋なんて本気でやってどうするの長峰修馬役。2022年4月スタート、毎週月曜日22時からカンテレウジテレビ系、高知スクール革命、毎週日曜日11時45分から12時45分日本テレビ系、森本慎太郎、鉄マダッシュ、毎週日曜日19時から日本テレビ系、ジェシー、あたった、なんか狼長男。いやなんか ありがとうございます。宣伝していただいてね。え、北斗間違えてる？何を？名前間違えてる？今日もの舞台の名前間違えてた。なんて言ってた？流星の絆って言ってたって。流星の音色でしょ。流星の絆ってドラマだよね。だよね。やばいよ、違う情報渡しちゃってんじゃん。いやいや、あいつ勢いで言っちゃってるじゃん、あいつ。全然、あいつ多分気づいてないよ。俺の横であいつ3テイク目、やってたよね、3テイクぐらいやってたもん。1、2テイク目全然秒数収まんなくて、3テイク目ぐらいに、あこれ来た、入った入った、送ろう送ろうって言って送ってた。間違えてるよ、あいつ。3テイク目ぐらいで間違えなくなっちゃったんだね。はい、ということで、じゃあ今夜も生放送なのにラジオを聴きの皆さんもメールで参加してください。はい、今夜のテーマは、しっくりきてないこと。あ、はい、ということで、リスナーの皆さんがしっくりきてないことを教えてください。また番組を聞いての感想やリアクションメールもお待ちしています。受付メールアドレスは st@allnightnippon.com、st@allnightnippon.com、ストーンズの頭文字を取って st となっています。同じ内容のメールはいつだけで大丈夫です。そして番組ではツイッターアカウントもあります。アカウントstonesannsat、放送中はハッシュタグstonesann をつけてつぶやいてください。それでは時間までいくつかメールを読みします。まず最初はラジオネームプーさんからです。あ、はちみつ大好き。そのプーさんで、田中さん、大切な仲間がつないでくれたかい、聞いてないんですか。あら、あなたメイン MC ですよ。このラジオのメインですよ。それを聞いてないと責めたいところですが、この2週の放送はほぼないのと一緒だったので、聞いても聞かなくても大丈夫でした。療養中でも判断キレキレ。何にせよ、ストーンズ復活、バリオメ。ありがとうございます。やったー。やっぱね、ほぼないのと一緒でしたよね。だから。まあでも本当にね。うん。いや、逆に聞いた方がいいんじゃない。こんなラジオにはしないようにしようっていう反面教師ね。大事かもしれないよね。まあ俺は人のこと言えないけど、うん、全然なんかもう、ジュリはって思った。何ジュリは。ジュリはどこにいんのって思った。あのね、俺復帰して番組いくつか収録させていただいたんですよ、はい、それのスタッフさんとかさ、あのマネージャーさんとか、うん、あのヒロミさんのマネージャーとかも聞いてくださってるみたいで、はい、で、あ、ジュリー復帰おめでとうみたいな、大丈夫だったみたいな声かけてくれて、はい、最初いろんなスタッフさんも、ね、あ、ありがとうございますって、大丈夫でした、症状もなくてって話して、あのさ、あれ、ラジオね、ダメ言われちゃってんだよ。みんな言ってた。あれね、ああいうのもたまにあるんだけど、あれなんで、やっぱりダメだよって言ってた、みんな。本当のお叱りですか。ジュリがいないとダメって言われて、俺なんかそんなつもりないんだけど、あ、俺ってやっぱ名 MC やっちゃってんだなって思ってましたね。はい。ストーンズの言ったよ今。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャルには田中ジュリがいないとやっぱ手前味噌。え、何自慢手前味噌って言うんでしょ。え、なんで今携帯わざわざ開いて。さっきのこれでいろいろこうやってさ、四字熟語とかいろいろ調べてさ、うん、手前味噌書いてあったから、なんだろうと思って、面白いと思って、どんな味噌だと思ったら自慢する話だから、うん、今お前手前味噌でしょ。自慢話。手前味噌っていうのを今日初めて知ったの。え、今まで知らなかったの。知らないよ。手前味噌聞いたこともない。知らない知らない。え、すごい、ね、味噌。あ、どんな味噌って、そうそう、どんな味噌の種類だろうと思った。完璧の味噌の前の味噌、手前味噌と思ってた。調べたら自慢話をする時の、うん、手前味噌、手前味噌になっちゃうんだけどとか言うよ。で、今手前味噌でしょ。うんうん、そうそう、よかった、覚えといて。俺引き疲れたじゃん。一応今最終確認で携帯見たの。そう、手前味噌合ってたよな。そう、俺味噌手前だけどっちだったの。手前味噌だった。よかった、自身が成長でした。いや、ほんとジュリは必要ですよ。なんで四字熟語をわざわざ調べてるわけ。いや、なんかよくさ、なんか四字熟語
好きな四字熟語ありますかっつってさ、うん、俺いつも一石二鳥とかそこら辺しかわかんねえからさ代表が四字熟語の代表格しか知らないよね。そうあだからもっとレパートリー増やそうかなと思って日々見たりする時間があるのね。 それで手前味噌をおっしゃる。そう覚えてた。じゃあなんか手前味噌以外なんかこうお気に入りの四字熟語みたいなあった？まだ歌詞とかで百花繚乱ああ使いますよね、よくあるよね、はいそれがあと出てこない。あとあの一絵一絵みたいななんだっけ頑張って出していて、いなんとか一絵一絵あどういう意味だったか覚えてる？いや意味はもう忘れちゃったよ。じゃあダメじゃん、一期一会でしょ。一期一会だ、うん、意味は思い出せない。思い出せないです。じゃあいや調べずにどういう意味だったかみたいな。今一期一会だよね。一期一会漢字はわかんの？ちなみに一は入ってるね。え、じゃあ今一期一会っていう漢字を俺が一で後ほどの後だよね。え、あと違うよ。一五の五違うよ。え、今じゃあ一期一会っていう漢字を俺が見せるね。はい、一は数字の一でしょ。これ一期一会はこれです。え、絶対嘘だろ。本当だよ。一期一会だよそれ。それ一期一会お前ふざけんなよお前バカにしてるだろ一期一会じゃねえよそれ。じゃあ自身行くよ。うん、一期一会一期一会何何も面白くない。一期一会そうやって読むんだ。じゃあそうやって書くんだ。あぶね、なんかねそういう問題番組とか出るときに俺一期一会とか言ってた。クイズ番組じゃあこれこの漢字を見て改めてどういう意味かなんとなく、ね、一期一会だよね。うん、一期一会って書いてだからもう一回会ったことはもう行わないよもう一回起きたことはもうねえぜって。違うよ。何ですか？なんかその人生は一回しかない、うん、からこの一回を大事にしようみたいな。あ、だから似てるよ、似てるじゃん。しっかり似てるよね、みたいな意味。ちょっと似てない？もう一回、もうこれ最後だよっていう。そう、もうこの人生一回しかないから、みたいな話ですよ。はい。よかった、ジェシーに。お前、一期一会、好きな四字熟語は一期一会で、変な感じとか書かなくてよかったよ、お前。これも四字熟語外の一応代表格よ。一期一会。一期一会じゃねえか。一期一会って書いて一期一会ね。はい。じゃあ、続いてのメールいきますね。続いてラジオネーム、ハイナさんからです。はい。ジェシーさん、はい、群馬県は、鶴が舞う形をしています。群馬では鶴舞う形群馬県と覚えさせられます。わかる？群馬県、あれ初めて言われた。じゃあ群馬県調べてみなよ。群馬県の形、なんかそういうさ覚え方みたいのってさやるんだ。俺聞いたことないんだよね。静岡はそうだった。群馬県、群馬県に限らずなんだけど。あー、あーなるほどね。あーそうだ、あーなんか言われてみれば。え、俺こういうのね、俺習ったことないわ。俺ないの実は。なんかアメリカってそういうのあんの？あるんじゃない？だって47都道府県、この 何々州はこういう形みたいな。だからラスベガスはカジノの形とか。違う違う、カジノがあるんだけど形はしてないの。あとカジノの形ってそれぞれだからなんかそういうのアメリカとかではないのかな。いや、わかんないですね。そっか、お前アメリカってあるのって聞いて、お前めちゃくちゃ日本生まれ日本育ちだったでもね、両方難しいんですよ。俺こういう都道府県とかの覚え方、俺だって慎太郎が山形県がさ、うん、ジェシーって言ってたもんね。あ、横顔ね、横顔。ジェシーの横顔みたいな。あ、それその話はなんかメンバーでしたような記憶。山形県はジェシーと覚えてもらえばいいんですよ、ね。あ、そういうの、それこれの知っとくと覚えやすいかもしれないね。面白いね。俺こういうのやっときたかったな、学生のうちに。もう一回やればいいじゃん。無理で戻れないんで。あ、そっか、一期一会だから。そうさなんかちょっと惜しいはい、じゃあここで一曲聴いていただきましょう、はい、3月2日発売、今日目のカップリング曲になっています。ストーンズでファッション。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャルへようこそ。今からコーチを驚かしに行きまーす。
やってんな来ると思ってたよ。皆さんこれです、これです。なんだよ、カメラがま、カメラがババ、カメラが回ってたらもうちょっといい反応すると思うんですけど。納豆ご飯食べたの俺は、美味しかったね。あれ、なんか撮ってる人いる。ジングルがいっぱいいる。ジングルがいっぱい。コーチって、コーチってこういう感じなんだ。もっとリアクションする。そうそう、俺も楽しみにしたらさ。うん。なんかもっといつも、うわーとか言うよね。誰もじゃあ、どういうこと？いや、大げさにしてんだよ、あれ。だよね。うん。いやー、なんかコーチのなんか不信感が出てきちゃうな、俺。なんかあいつってオーバーにやるよね。そう、オーバーだよね、ほんと。発音いいな、かっこいいな。オーバーね、オーバー。じゃあちょっといくつかメールを読みしますね、はい。まずテーマメールですね。しっくりきてないことです。はい、ラジオネーム、ホムラマックスさんからです。マックス言っちゃったね。丸い形をしているお掃除ロボットが部屋の隅などの角っこをきれいにできるという事実に未だにしっくりきていません。ああ絶対四角の方が安心して隅っこを任せられると思います。確かにね。おー、なるほど、ね。確かにこの三角になるよね。まあ角とかね。うん。ああ。でも、あ、わかんない。なん、まあ言われてみればそうだけど、掃除機とかもそう、吸引してるから風で完全に角までいかなくても大丈夫。いけると思うけどね。多分そういう計算なんじゃないかな。じゃなきゃね。でもさ、四角だとさ、その、四角大きくない？幅取らない。あ、その、うん、ものが？あ、そう、わかんない。赤ちゃん。いろんな小さいやつあるじゃん。赤ちゃんとか危ないかも。俺もお掃除ロボ好き、今欲しいのよ。あ、持ってないよ。どっちがいいんだろうね。じゃあ三角の方がいいのかね。売ってないでしょ、三角の。売ってそうじゃん。ない？いや、掃除機が一番。いや、俺はなんか、その、そもそもね。はい。俺はちょっと、まあ、お掃除ロボットはすげえ便利だと思うんだけど、俺はなんか自分の手でやった感が欲しい人なの。せっかくやるなら。はいはいはい。だから俺風呂掃除とかもさ、わざわざちっちゃい歯ブラシ磨くし。マジで。あ、言ってたね。そうそうそう。そういうなんかちょっとね、変なとこあんのよ俺。絶対お掃除ロボットの方がいいのに。触ってザラザラしたらどうするの？どう？触ってザラザラって。歯ブラシで磨いた後。いや、もうすげえ綺麗に磨いて、風呂とかね、トイレとかはそれでやって、で部屋も割と、まあ、雑巾とかまではいかないけど、俺、あれも使わないわ。なんかさ、先端にこう、髪の綺麗になるやつつけて、モップ型みたいなやつあるじゃん。ああ、はい。ああいうのもあんま使わない。ああいうのを手でやる。で雑巾掛けみたいな感覚よ。もう、だからもう隅もこうやって確認してんの？疲れたいの、俺。疲れたい。その、わざわざ掃除するなら。ああ、なるほどね。で筋トレしてんのに筋肉痛になんないみたいな気持ち。ちょっとなんか納得しないよね。そう。次の日とか。みたいな気持ち。でもほんとすぐ溜まるね、ホコリって。いやー、溜まるよ。だからほんとはお掃除ロボットを定期的に起動させるのが一番いいんだと思う。だからね、便利だよね。どうしよっかな。まあでも多分そこ絶対計算されてるから大丈夫だと思うけど、しっくりきてないんだね。ちょっとね、確認したいんで、ちょっと買って。一回さ、そのお掃除ロボットを追跡してさ、見てみればいいじゃない、さっき。あー、なるほどね。うん。そしたら多分綺麗になってるよ。はい、じゃ続いてラジオネーム、スライミーさんからです。うちの会社のエレベーターが目的階に到着した時に鳴る音にしっくりきてません。ああ下りの時は尻上がりにテレンと音が鳴り、うん、上りの時には落ち込むようにテレンと音が鳴ります。これって普通逆じゃないかと思い、入社して3年間同僚や部下に話しますが、みんな口を揃えて気にしすぎと言って笑います。まあ上に上がってる時が尻上がりの方がし、まあ、それで言うと俺は揃えてほしいけどね。 あそう。いや、実際どっちもいいよ、俺も。いや、お前ちょっとこだわんじゃない、やっぱり。テレンに？歯ブラシで掃除するぐらいなんだけど。テレンに？うん。じゃあ、どのテレンがいいの？どう自分家のエレベーターで、その好きなテレン。俺んちどんな音だっけ？でも言わない方がいいじゃん、バレちゃうから。エレベーターのメーカーいつあると思ってんよ。あれ私んち、俺んちもこれだね。エレベーターのメーカーいろんなとこにつけてるから。ジュリー、ここから。例えば A っていうメーカーのエレベーターとそれ何個も何個もあるんだよ。で、好きなテレン。なんだろう。でも、まあ、俺んちは違うけど、例えば、じゃあ、3やめて。10階だとしたら。3やめて。3やめて。テレン3。じゃあ、テレン3。いやは俺は、はい、たまにこうテレビ局とか
スタジオとかあるんだけど、例えば10階だったら、うん、10階ですっていうやつがいい。ああ。あれが良くない？でもなんか、はっきりしすぎじゃない？いや、なんかだから、何人かこう2人まあテレビ局とかだったら分かりやすいけど、ね、2人3人とか乗ってるとさ、うん、それぞれ目的機会が違うとさ、うん、まあなんかずーっとこのシューって動いてるこの何回かこう移動してるモニターを見てはないじゃんずーっと。まあそうね、なんとなく下向いたりとかさ、はいはい、携帯でね打ち合わせしてる人もいるし、携帯見たりとかもするじゃん。だから何回ですって言われた方が、あ、俺だってなる。あ、そっちの方が俺好き。あ、そうかな。俺でもエレベーターのイメージはチーン定番だそうよね。チーンチーンって。これなんか気持ちいい、ね。あ、俺んちそれだ。俺んちあれだ。回数言うわ。え？回数言ってた気がするわ。回数言うの？確か。俺、だから自分の回、あ、いや、言わなくていい。自分の回数言ったら175回ですみたいな。言ってた気がする。175回？うん。いや、俺は違う回だよ。お前何回なの？俺は一応175回じゃないんだけど。うん。お前何回？指で、指で言ってきて。回なんですけども、はいはい。まあなんか言ってたような気がするわ。それが一番なんか俺は降りやすい気がする。ああ。かな。一人だったら別になんなくてもいいんだけど ね。じゃあ続いてのメールいきます。ラジオネーム、ゼウスさんからです。すいません。僕は好きな四字熟語を聞かれたとき、疾風陣雷って答えてます。疾風陣雷。意味は全く知りませんが、久々だみたいなかっけえから好きです。ああ、雷とかね。陣雷。疾風陣雷ね。俺ね、今 CM 中に、うん、なんか、かっこいい四字熟語なんだろうって調べて、疾風陣雷やっぱ出てきた。あ、出てきた。あとは、それこそ百花繚乱ジェシーが言ってたのとか、はい、あと何出てきた、風林火山とか。あと一発百中。ジェシーが CM 中にとんでもないこと言い出してさ、なんかあれあったよね。あの、1と100がつくやつ。あ、一発100中あ、これあるよねって言われて。そんなわけないのよ。1と100つくやつあるでしょ。一発って100回当たることないから。わかんないよ。ちょ、100発100中ね。はい。はあるよ。だから精度が、もう絶対完璧。みたいなことよ。完璧ね。一発100中はやばいからね。一発100中。でも、なんかありそうだよね。ないから、だから。問題で。問題番組見てた時に一発百中、百発百中、さあどちらが間違ってるでしょう。みんな百発百中正解って言うよ。いや、わかんない。俺みたいな人いるかもしれないから。なんかでも疾風陣雷はかっこいいの出てきたわ。疾風陣雷、意味は俺もわかんないけどね、かっこいいと思う。なんかモンハンでこんな感じの文字あるよ。陣雷みたいなの意味ちょっと調べるか。疾風陣雷調べてみて、どういう意味か。ああー、なるほどね。素早く激しい様、速い風と激しい雷の威から、疾風は激しく速く吹く風。はやて、疾風は激しく鳴る雷。だって。だから疾風のように速くみたいなこと？陣雷。速いってことだね。雷みたいにとかそういうことか。速いってことだね。風のように素早く。だから、ウサインボルトだ、ね。雷のように激しく。だからウサインボルト。あ、かっこいいじゃん、意味も。ウサインボルトだね、じゃあ。まさにウサインボルトじゃない？ボルト。ね。ボルトでね。ね。で、シップ早いから。うん。まあ、だからさ。ほら。何ほらほら。俺昔から言ってたよね、みたいな感じ出してるけど。ほら。疾風陣雷、意味知った上でなおかっこいいじゃん。疾風陣雷。うん。疾風陣雷。うん。かっこいいね。いいね。疾風陣雷いいじゃん。どういう時に使う？いや、あんま使い、日常で使うことはあんまないと思う。待ち合わせの時間より早いな、お前。疾風陣雷だな。待ち合わせの時間より早く来たよ、お前。ジェシーなんで来れんだよって激しく怒られた時に。お前、疾風陣雷じゃん。疾風陣雷じゃん。すげえ早くて雷みたいな激しく。まあね、一期一会だからさ。もう、いっぱいね、四字熟語ってそんな使わなくていいよ、日常会話。誰が考えたんだろうね。何、すごい早いとかって優しく言ってくれる前にさ、疾風陣雷のように昔からあるんですよね、昔から。誰だ、疾風陣雷を作った人連れてきてほしい。今ここに風鈴、疾風陣雷を作った人今連れてきてほしい。ここに、ね、疾風陣雷だけ。そう、すぐこれでしょ今ここに作った人が疾風陣雷じゃないの。違うの、別に今これるだろ絶対。じゃあ、だから昔ってさ、こう漢字とかをすごい使ったりとかさ、こう読みづらかったりとか、それじゃ昔の文字とか、ルみたいなやつが A とかでしょ。え、ルみたいなやつが A とか。ああ、字ね。そう、ひらがな、そう、あれはまあひらがなだけども、そう、だから漢字を昔はよく使ったりも。なんでひらがなとカタカナで同じやつはあるんだろうね。へ、でもあれってさ、なんか厳密に言うとちょっと違うんでしょ、なんか。羽がちょっと違う。へぇ
違うんだえ、なんか違う意があった気がする。確か俺聞いたことある気がする。あ、違うの、なんかあるんだよね、確か、うん、まあ、興味ないなら聞く。いや、へだけにって。あ、そうそうそう。じゃ興味ないなら、へぇーって言われたんだろう。へぇを特徴的に言ってたんですよ。楽しいね。じゃこれ楽しいってやったら、このラジオ終わりだから。いや、始まったばっかだから。はい、ということで、じゃここで、番組からお知らせがちょっとありましてですね。この番組ですね、今週、この放送が98回目。お98回目の放送なんですけども、まもなく100回目を迎えるんですよ。ね、まあ、で、なんかするかみたいな話になりましてね。うん、で、まあ、渋いラジオとか、そういうかっこいいのは、100回目なんか普通に関係なしに、さらっと通常放送だったりするんですよ。なるほど。ね。なんで、まあ、いろいろ考えた結果ですよ。うん、このラジオの100回目の放送、お100回目丸出しでやります。おバリバリ100回目感出します。ギャンギャンに、記念日みたいな感じにします。まあでもある意味記念日ですよ。まあまあまあいいことですよね。節目ですから。まあ、ということで、ちょっと2週間後ですね。2週間後、2月26日の放送で、ちょっとこんなことをやりたいなと思います。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル放送100回記念、今宵決定ジングルオンエアバトル大賞来た、これ楽しみにしてたよ。モロ100でございます。まあね、あの2020年4月にスタートしたこの番組の初回放送からやってきたコーナーがあるんですよ。さっきもね、2個流れましたけども、まあ、SixTONES のメンバーが CM 明けに流れるジングルを作ってきて、うん、そのクオリティを競い合うジングルオンエアバトルというものをやってまして、まあ、その中から最も優秀なジングルをリスナー投票で決めたい。お、リスナーが。リスナーが決めるジングル大賞。リトルストーン決めちゃうの？まあメンバー6人がね、ほぼ2年間やってきたコーナーですから、うん、まあ数々の名作が生まれてきましたよ、ね、いろんなね。伝説のまあ今日も2個流れましたけど、それ以外にも、たくさん流れてるわけですよ。まあ、100回目なんかやったら、でも、まあ、6人の分流れた回とかもあるから、ね、数百個ジングルあるわけですよ。結構あるよ、これ。そん中からまあ皆さんリスナー投票をしていきたいんですけども、それをリトルストーンは全てまあ記憶してると信じた上での信じましょうリスナー投票で決定することにしました。皆さん信じます。はい。で、投票は放送の終わった直後から受付を開始したいと思ってます。うん、この放送がね、終わった直後から開始するんですけども、まあ、何が1位に選ばれるのか、まあ、リスナーに何が刺さってるのか全然予想つかないです。分かんないもんね。でも分かったら今後のジングルはもうこっちのもんですよ。あ、こういうのをやればいいんだと。そうそう、もうリスナーに受けるものだけをオンエアされ続ける。それしかも毎回6人みたいなことになりかねない。それいいね。みんな平等。まあでもいいじゃないですか。リスナーを満足させていきたいじゃないですか、やっぱり。まあなんで、まあ、ただ、こう、順位に影響しちゃうんで、あれあったね、みたいな話、ちょっと今できないんですよ。だから例えばジェシーのあのジングル面白かったね、ジュリーのあのジングル良かったね、みたいな話しちゃうと、まあちょっとこう、ね、ひいきしてる感じになっちゃうんで、ね、話しちゃうと、そう、話はできないんですけども、うん、あの今回のジングルオンエアバトル大賞なんですけども、ただ投票で選ばれた上位のジングルを発表するだけじゃないんです。何ですか、何ですか。ちょっと一味違いましてですね、教えてください。今までスタッフの選考によって、はい、まあ、ジングルオンエアバトルっていうのは比叡王子と呼ばれるスタッフが選考し選んで決めてるんですよ。選んでるね、いいものをオンエアしてるんですけども、うん、まあそのスタッフの選考によって落とされてきた、はい、つまり選ばれなかったね。もう聞いてらんないジングル、これはきつい、もう聞くに耐えない、こんなもんリスナーに届けらんない、うん、といった聞いてられないジングルの中から選び抜かれた珠玉のオフエアジングルもオンエアしたい。おしちゃうん、まあ、いわゆるその NG ジングル、ひえおじからしたら NG のやつね。まあもしかしたらそれが。だからそれが刺さるかもわかんないね。そうそうそう。そういう、それ今俺はそれを狙っていく。え、それ、だったら肌から刺さるのより狙った方が早いから。すいません。まあまあまあ、でも、まあ、ひえおじゃ言ってもプロですから、はい。まあ、ちょっとしんどいものがちょっと増えると思うんですけども、うん、まあ、こんなものもあったよみたいな、ちょっと振り返りつつ、楽しみだね、恥ずかしめを受けてもらおうかなと。まあなぜね、彼らのジングルが落とされたのか。そう、すべてよ。まあ、教えてやるよと。なるほど、流れたら分かるってことだ。そういうことで説明なしにも。そうそう、あのね、もしかしたらリトルストーンの中に、え、なんでジュリーの流れないの、なんでジェシーの流れないの、あるね。いや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 、
これは聞いてらんないでしょって言ったスタッフからのものでございます。そういうものを全て教えてやろうかなと思ってるわけでございます。まあ、で、まあ、この放送では、まあ、オフエア以外にもですね、6人のオンエア率や提出率。提出率全てデータ化してるらしくて。大丈夫ですか？これを発表する可能性があるのかもしれないということで。いや、もうこれ、もうあるでしょ。あの、ちょっと、それは私からですね。ちょっとその、提出率は出さないでほしい。なんで、なんでですか？その、理由は言わないんですけど。理由は言わないけど。重要は出してほしくない。本当にす、いや、すみませんでした。本当にすみませんでした。勘弁してください。提出率の方はもうやめました。どんぐらいなんだろうそれ。提出率は分かんない。だって俺がさ、忘れちゃったとかいう時があっても自身は知り得ないじゃん。でも忘れちゃったジュリーとさ、うん、そのせっかく提出してんのに流れなかった俺の気持ちよね。一緒なんだよ、だって今俺たち提出してないのにオンエア率とかも変わんなかったら。そうそう、最低。俺提出率が例えば 30% でジェシーが 100% なのにオンエア率一緒っていうのもある意味恥ずかしいよ、ね、恥ずかしいよこれ。いろんなことが暴露されるのって提出率は極力やめましょうね。そうね。まあ、あのそれ以外のことで僕は盛り上げますし企画会議にも参加しますし、なんでそう、そっちは、はいはい、本当にすいませんでした、それはやめてください。はい、ということで、まあ、この2年間行われてきたね、ジングルオンエアバトルの中で、あなたが今まで一番印象に残ったジングルをメールで、投票していただければなと思います。何が残ってんだろう、ね、受付メールアドレスは st@allnightnippon.com、st@allnightnippon.com、ストーンズの頭文字を取って st となっています。投票に関して何点か注意事項があります。まあ、先ほども言いましたが、投票の開始は、この放送が、今やってるこの放送が終わった直後からなので、今送らないでください。うん、まあ、今送られちゃうと、まあ、ね、この放送のリアクションメールとか、テーマメールと混ざって、はい、あのスタッフが泣いてしまうので、ね、ちょっとそれはやめていただければ。泣き虫が多いからね。はい、泣き甘えん坊が多いんで、はい、やめていただいて、まあ、この放送が終わった直後から送っていただければ。もう同じこともう言いませんからね。皆さんわかりましたか？わかりました。心臓肝臓、はーい。はい、もう一度言います。投票はこの放送が終わった直後からです！わかりました皆さん。もう一回言いますか？いませんか？わかるまでやるぞお前ら。もういいんじゃない？もう OK、もうジェシーからも言ってやるもん。投票はこの放送が終わった直後からです！そういうことでございます。そしてジングルの投票なのですが、はい、一つのメールにつき1ジングルでお願いします。1ジングル3つあって、もうつまり3つ送らないといけない。なるほどね。状況なんですけど、まあ一つのメールにいっぱいジングルを書かれるとですね、そしたらね、ジングルベルが流れちゃうんで、おー一つのちょっとメールにいっぱいジングルを書かれると、ちょっとその、まあ、ご存じの通り泣き虫のスタッフがちょっと泣いてしまうので、そうね、だからティッシュがねちょっと協力してくれると嬉しいです。はい、でメールにはですね、いつオンエアされたジングルなのか、何年何月何日の誰々のジングルみたいに書いていただけると大変助かります。わかりやすいね。書いてくれないとその、まあ、何度も言うんですけど、泣き虫のスタッフが泣いちゃうので、そう、それ書いていただけると助かります。お願いします。まあ、件名はジングルでお願いします。はい、ということでね、再来週、これ再来週にやる、再来週ね、再来週100回目迎えますので、はい、再来週の放送いい、ね、ぜひ皆さんお楽しみにぜひ聞いてください。ここで一曲聞いてください。ストーンズでスペシャルオーダー。オーダーしちゃった。ストーンズのオールナイトニッポンスペシャル、今からコーチを驚かせているジェシーを驚かせに行きます。おー、はい、おー、天下一品。お前逆に利用されてんじゃん。利用されたね。ジェシーはマジこんな感じだもんね。俺はもうそう、もう嫌だよ、ほんと怖いよ。利用されて、それオンエアされちゃってる。しかも四字熟語出てきたね。何？天下一品。天下一品だねって。つながった。天下一品っていう感想出てくるのすごいね。つながったね、すごいよね。うん。いや、素晴らしいね、四字熟語。はい、ということで、じゃあまあ、ここはちょっと近況トークあ。あ、近況トーク。
まあ、ちょっとそのまあ復帰したっていうことでね、俺とジェシーがそのまあ約10日間ですか、はい、約まあその療養期間どんなことしてたかみたいなことちょっとねお話、まあ元気だったんでめちゃくちゃ俺ら、うん、まあ、どういう風に過ごしてたかみたいなお話して、まあちょっとね安心してもらったりとかできたらなと思うんですけど、はい、ライブとかでは話したんだけど、うん、まあライブ入れてない人とかリトルソーンとか知らないと思うんでみんなね心配かけちゃったんで、どんな過ごし方してた、どんな過ごし方、うん、何してたか、何してた、まあ普通に映画見たり、うん、あの韓国ドラマ、はい、友達におすすめされて、何見たの、イカゲーム、ああああはいはいはい、ちょっとブームからちょっと遅いよねだって俺タイタニックこの間見たばっか初めて本当にそうだよ、それも流期間に見たの、いやそれはあの違う時だけど、ね、そう俺はねその流行りになんかね乗らないんだよ、ね、タイタニックってもう流行りとかじゃないからねあーでもイカゲームあれめちゃくちゃ面白いよね、あとキム秘書は一体なぜっていうキュンキュン系も見てキュンキュンずっとしてたあー韓国系、韓国のやつ見てたね、結構パクソジュンがかっこいいな、パクソジュン、そう、うん、かっこいいんですよ、あーパクソジュンですな、え、オープニング言ってたよ、言った言っただよね、ハマってるからか、伏線回収、そうそう、なるほどね、あとなんだろうねゲーム、あーさっき言ったね、トレーニングしてた、あトレーニングしてた、うん、あとあれだよね、ゲームしてたんでしょ、せいやさん、そうだよ、桃鉄してたよ、あの二人でオンエアした、まあ、友達とかとあのオンエアじゃなくてあのオンライン、ね、オンラインして、別々の場所でできるもんね、今ね、そうそうそう、ゲームね、めっちゃ楽しかったよ、まあ、え、喋りながらやんの、電話とかで、せいちゃんと喋りながらした、あで他の友達も何人かいたけど、そうそうそう、めっちゃ面白かった、いいじゃん、俺勝っちゃったしね、桃鉄キングボンビ 2,3 回俺桃鉄やったことない、あないんだ、ないやった方がいいよ、あそんな面白いんだ、面白い、いやみんな面白い面白いって言う、友達とやった方が面白いね、それこそすごいわーって盛り上がった時にタイミング逃してやってないね、あ、うん、変えてない、俺の韓国ドラマのブームと一緒だね、そうちょっとでも、もうてか俺やる人がいないな、いるじゃんよここに、あジェシーとせいちゃんも、あせいちゃんとね3人でさ、え3人でできるもんだ、もっと大人数でやるんだ、できるできる、4人が最高だけど3人もできるし、あ4人もあれなんだ、うん、2人でもできるのあれって2人でもできる、へえすごろ、あ、でもコンピューターも入れるからスゴロクみたいなこと、そう、スゴロクでどんどんいろんな駅に泊まって、うん、土地を買っていくみたいな、あー土地か、最初に、最初に1000万円もらえます、マジで桃鉄始めたら1000万もらえるの、そうそう、マジでもらえる、なわけないやろお前、本当にもらえたらみんな桃鉄のカッチャッあと俺ね、サッカーゲーム、あウィーレやって、うんうん、あのカップ、カップそっちのカップじゃねえよ、ああ何、確かに昨日は2月12日でブラジャーの日らしかったけど、あ、え、そうなの、そう2月12日ってブラジャーの日、今日何の日かなって調べるの好きなんだけど、たまたまブラジャーの日で、そっちのカップじゃなくて、そのカップ戦で自分で好きなチームを選んで、あいつと戦っていくんですよ、コンピューターって、あートーナメントみたいなやつだね、そうそう、うん、それでも優勝しちゃったの、あ調子よかったね、調子よかったね、で俺多分プロいけると思う、俺いけないね、いけるよ、じゃああれでいけると思ったら大間違いだから、なんでよ、じゃああれはプロを目指して、あれだってあれはプロ中のプロ、いろんなことしてきた人を操作してるからうまくできんだよ、あそうなんですか、そうだからあの操作するのはうまいかもしれないけど、俺この間さ仕事で中澤さん元日本代表の方と、やっぱりその自分のその数字、うん、ウィーレの数字ってあるじゃん、あの数値ね、総合のデータ化した、うん、あれってやっぱどうなんですかね、いやあれ低いねとか言ってやっぱね思うんだねああ自分の数値ね、そうそう、あそういう気持ちなんだ、そう、自分がゲーム出てるからさ、レベルとかさ、うんうんうん、あそうなんだ、そうそうそう、面白かった、結構そういうゲームもやったし映画も見たし、あとトレーニングしたりも、そう、俺もずっとゲームやってたな、どうなのその、何がずっと同じやつやってんじゃないあなた、ずっとやってるよ、だから俺はスケジュール、タイムスケジュールを発表しますね、はい、で、起床は PM 夕方の5時、6時ぐらい、あ、エミネムじゃないんだ、違うんですよ、エミネム5時、6時ってなんだ、夕方、午後5時、6時ぐらいに起きて、うん、まあ、飯とか食いながらとかもしながら、飯食いながら、まあ大体呪術廻戦を見るんです、呪術廻戦、呪術廻戦っていうね、まああの、アニメ、漫画、アニメ、はいはいはい、漫画ね、それを見ながら、ちょっと飯食ったりして、うん、で、食い終わったら、モンハン、モンハンスイッチのね、モンハンライズ狩るやつ、そうそうそう、恐竜とかモンスターを、モンスターで、それをちょっとね、なんかないかなと思って見てて、あ、
モンハン今前やってたな、やってみたいな新しいのと思って、ちょっとダウンロードできるからダウンロードしてやってて、はい、でそれ終わって、まあ大体夜9時、10時ぐらいから荒野行動いつもの。を、まあ朝方3時、4時ぐらいまで。3時、4時、うん。で、そっから。7時間ぐらいやってんの、うん、そっからちょっと軽食食ったりして。え、何 ?3 時、4時になって、そう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 。軽食を、軽食っていうかまあ飯だね。え食って、で、そっからモンハン。うん。7時。8時ぐらい、うん、までモンハンやって戻ったね。でモンハン終わって1時間呪術廻戦見る、うん、あ見て2話見る、2話、あ2話見て、2話ないぐらいか、あ1話、はいはい、まあ2話見る時もあるから見てみたいな感じで、で、うん、眠る、寝て、でまた夕方起きる、で起きてどうすんのよ。いやだからそっからさっき言ったやつだよ。いや忘れちゃった、ね、覚えてるそれをマジ永遠毎日思う。マジ、うん、どうなの、何がなんか違うことしようかなとかないの。ないね。ないの、うん、あ、まあでもだからその音楽聴いたりはもちろんしてたよ。掃除もしてるでしょ。掃除もしたりするけど、うん、それはなんか違うことやろうよ。それをね毎日ずっと、それがもう俺ゲーム好きじゃない、うん、だからなんかもう一回逆に俺は休まなきゃいけないんだって割り切って、なるべくその仕事モードを切り離したくて。でもそのルーティンはでも仕事じゃん、もうだからもう何もやらないといけない、何も気にせずやってみようみたいな風に思ってやってた。でどこでやってんのそれは。大体あのソファーよ。そのソファーのどっちよ。 L 字、 L 字あるじゃない、うん、だってこれのここ、いやまあ L 字のここの何この付け角、角のとこに、でこっち側にこう足伸ばして、おでずっとやってたね。ずっとそんな生活で、まあなんか夜飯とかなんか飯食ってるタイミングでちょっと YouTube とかなんかいろんなのを見ながら、あ、MV 出してるこの人とか、あ、新しい曲出したじゃんとかしながらちょっと曲聴いたりとかはしてたけど。え、ちなみにその筋トレで思い出したんだけど、うん、さっきの、うん、あの機材とかさ、うん、どうしてんの。あ、俺のトレーニングのやつ。そう、なんか何屋男子にあげるとかって言ってたじゃん。ああ、高橋恭平にあ、だから俺ね、ベンチとダンベルは弟にあげたんですよ、はい、あ、弟にあげたの。弟がね、社会人野球始めるっつって、はい、一人暮らしになったんで家でもトレーニングできるようにしたいっていうからあげたんですよ。ただでもまだ全然残ってる。でそれはやってないの。使ってないですよもちろん。で空いてる部屋はどうなってんの。空いてる部屋はもう空いてるよもちろん。ガンツ部屋でしょ、うん、あそこは使ってないよ。だってリビングに置いてあるから。なんか考えればよかったじゃん、空いてる時間にさ、これどういう部屋にしようかな、そうトルコ部屋にしようかなとかさ。俺はモロッコだけどお前トルコ部屋でさ。トルコ部屋イメージ難しいだろいやいやもうそれはもう何も考えてない。あ、そう、何もしてない。すごいね。でもそういう風にまああのすごく元気で、俺とジェシーはさ症状も全くなかった、はい、まあ、だから2人で電話したりしたよね。したね。電話してジェシー症状出てない、大丈夫、胸筋こうやって見せてからね、俺はトレーニングしてるんだとか言って。あとはストーンズのグループラインも結構頻繁に動いてたね。そうね、うん、どう、なんか今日もからこういう番組出るんだけどこれどういうやつって来て、なんかあこうこうこうだからこうしなとか、ジェシーもなんかあれせっかくら出るからって話したりとか、あとはみんな元気とか、そういうなんかいろいろ逐一報告しちゃったよね。うん、あでも そんな感じか。ジュリー、そうそうそう、そうやって過ごした、まあ趣味というか本当に普段何もない時間にやることといえばなんだろうと思って、それを引き伸ばして一日使ってたから。それがじゃなくなった場合どうするの。そのゲームがなかった場合。いやいや、もう、いやいやいや、ゲーム持ってると思って壁見つめる。持ってると思って壁を見つめる。こうやってそれくらいしかない。本当にやることない。何それ。俺趣味がないのよゲーム以外。なんでよ。で俺車運転するのとか好きだけど、まあ外出れないじゃん。まあね。だから本当家の中でできることってゲームしかなかったから。すごいね、うん、でもねやっぱね、仕事復帰した時はやっぱ、いや嬉しいよ、嬉しかったんだけどさ、いつもよりボケだし俺、人とやっぱ喋んないじゃん、うん、し体力も落ちてるから。俺一つ目の仕事はちょっとこうロケで歩いたりするやつだったんだけど、はいはい、空回ったね。空回っちゃった。コミュニケーションうまく取れないし体力も落ちてるから、うん、なんか変だった、ずっと一日変だった、うん、うまくいかなかった。髪の毛も絡まっちゃった。髪の毛綺麗だった。あ、綺麗だった。メイクさんやってもらってたから。なるほどね。そう、まあでもいろんな人から大丈夫とか連絡いただいて来たよね。うん、なんかあったら言ってんねんとか。そうそうそう、来て俺なんかいろいろ送られてきて、そうだ、ああいろんな人をこんな心配してくれるんだ、早くしなきゃとか思いながら過ごして、ね、うん、まあでも本当にもちろん毎日気をつけてはいたからさ、みんな本当にいつかかるっちゃうか分からないから、
あの本当みんな気をつけていただいて、俺らはね、幸いにも症状なかった。まあね、ありがたいことに。そうそうそう、症状があったりしてこう、ね、する方もいますから。うん、とかもあるし、今本当人数また増えてきちゃってるからね、みんな改めて気をつけないといけないですよね。うん、うん、まあ気をつけて。慎太郎もね、一応俺一回電話したんです、慎太郎。ですげえ元気だったから安心して。まああのこれでこのラジオで初めてこの生の声聞く。そうね、復帰後みたいな方もいらっしゃると思うんで、まあ改めてね、あのご心配ご迷惑おかけしましたけども、はい、無事復帰することができました。できまうえしたね。あ、できました。慎太郎も元気ですから。元気です、まあ、改めてここから6人でね、まあ、あのトップギアで走っていきますよ、はい、6人での6人での仕事はですね、このツアーが最初だったから、はい、まあこのツアーを皮切りにまた無事にねツアーも完走して、もちろんですよ、やりきっていきますのでね、引き続きよろしくお願いしますということで、冷え王子もねよろしくお願いいたしますよ、はい、みんなも気をつけてね、みんなも気をつけないといけないね、うん、はい、ということで、じゃあジェシー、はい、ジェシーのじゃあ曲、あ、いいですか、いきましょうか、はい、じゃあいきます。それでは聴いてください。あの本当にねしっとりした楽曲で、あ、そうですか、あのある意味僕たちにあのタイトルは合ってると思います。あ、そうですか、はい、それでは聴いてください。サム・フィッシャーさんで This CityThank you for listening This City from Sam Fisher. Stones, Tenko, Tanaka Juri, Jesse, Kyomoto Taiga, Matsumura Hokuto, Kyomoto Taiga.京本大我、森本慎太郎、京本大我、 We are Stones! Stones のオールナイトニッポンサタデースペシャル、京本大我でした。東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国ネットで放送中、 Stones のオールナイトニッポンサタデースペシャル、はい、ということでメールを何通かお読みしていきます、はい、まずテーマメールですね。テーマしっくりきてないことです、うん、まずはラジオネームいちご牛乳さんです。よくテレビ番組で土地の大きさを伝えるために使われる東京ドーム何個分という表現がしっくりきません。東京ドームと遭遇したことのない田舎者にとっては謎すぎます。田中さん、ジェシーさん、ぜひ万人に通じる新たな尺度を芸能界に広めてください。確かに、でもそうだよね、みんなだから東京メインだと考えすぎてさ。いやでも東京ドーム、俺らも行ったことあるけどさ、東京ドーム10個分ってやるのもさ、うわすげえ広いと思うけどさ、厳密にどんぐらい広いかまでは分かんないよね。まあね、まあ、そこなのよね。なんかあるかな、何なんだろうね、何畳が一番わかりやすい。何畳、とんでもない数になるけどさ、ね、何畳って一番わかりやすくない？畳1畳だよね。そう、1枚が1畳、1枚が1畳だよね。そう、俺もいつもその方がわかりやすい。それ一番わかりやすくない？なんか壺とかは何壺って。いや、あとさ、その極端ならさ、なんとか平米もさ、家とかさ、確かに厳密にさ想像はしづらいよね。難しいよね。やっぱ何畳ってすごくない？だから物、だからやっぱ多分なんか物に例えるのは多分それが一番いいんだよ。何畳ね。だから、なんかその分かりやすいもの、大きいものを言えばいいんだよ。うん。なんだろうね。東京ドームがね、申し訳ないね、それは。だからもう、改札もさ、右利き専門みたいな感じじゃん、もう。ああ、まあ左利きのあれないでしょ。みたいな。だから、もう、どこ、だから東京に来たことないし、東京ドームに来たことないし。当たり前じゃないもんね。とか、もう誰でも分かるものにした方がいいんだよね。あ、テニスコートって、テニスコート何面？うわー、でも俺、それも微妙だぜ、俺。テニスコートも。テニスコートもわかんないね。ねえ。あー。人が、何人？何人寝れます？成人男性。いや、むずい。いや、でも広すぎるととんでもない。でも何畳もさ、560畳って言ってもさ、しっくりこないじゃん。いや、でもなんか、畳560枚ってなんだ。まあ。なんかあるかな。いやでもね、一番分かりやすいのはやっぱね、勢いで伝えることだよね。すごい広い。すごい、どんぐらい広いの。いやもうで、すんっごい、すっ
っごい広い。すっごい広いんだ。すごそう。ああ、でも確かわかるかも。いや、これでもさ、変な話さ、東京ドーム何個分とさ、こうやって来たこと知らない人からしたらさ、同じことになるわけだよね。東京ドームに遭遇したことない人からしたら。テレビ、ほんとそれだよね。いや、でも確かに広さを伝える上では分かりやすいんだけどね。まあまあ分かりやすいけど、確か分かんない人には何がいいんだろう。分かんねえけど、逆に何かこれがいいっていうのあったら、それをやっぱ、今の芸能界のパイオニアと言われてる俺と自身がやっぱ広めますね。広めます。なんかこれが分かりやすいっていうのあったら送ってきてもらっていいですよ、今。なんだろうね。東京でちょっと申し訳ない、俺らはもう脳があんまり機能してないので今表現浮かびません。スタジアムも分かんないしね。ねえ、東京タワーでこれはどうですかみたいなものを送ってもらったら、それを逆に俺らが使っていこうよ。そうね。なんかないですか皆さん。ねえ、だから逆に東京ドームの広さをさ、何かで表現してみる。逆に東京ドームの広さをね、東京ドームをさ、あ、何畳って表現して、今例えば一回俺らがしてさ、東京ドームって何畳なんですよって言ったら、今後テレビで見た人が東京ドーム500個分って言われたら、うわそんな広いんだってならん。分かった。だから東京ドーム貸し切って畳何枚分か YouTube でやっちゃえばいいんだよ。すっごいお金だったら東京ドーム借りてライブやろうよ。あ、それをヒカキンさんがやればいいと思う。いや俺らじゃなくて、俺たちはもうお金がないんで。俺らじゃなくてね。でも面白くないそれ。それいい。それいいじゃんよ。ね。いやまあ俺たち。これで誰かが東京ドーム畳ね、うん、何畳分かやったら、もうこれ俺のもんだよ。いや俺そうだよ、分かりやすくなるよね。ね。まあ俺たちね、ちょっとまあ正直インフルエンサーではあるんで、リスナーちょっと送ってきてもらって。手前味噌。自慢話。それいいと思うわ、俺。そうやって広めるパターンはね。そうね。あとお米。お米？何合どうやって並べるかにもよるしな。はい、じゃあ続いてラジオネーム、リリリンゴリララさんからです。すごい。小学生の頃、二人が採用されるアコーディオンのオーディションを三人で受け、私は合格し、一人は落ちてしまいました。その一人の子が落ち込んで泣いていたら、先生が、この子の熱意が伝わってきたから合格となりました。未だに納得いきません。なるほどね。アコーディオン懐かしい。頑張ったのにみたいなことよね。まあでもそれはみんな頑張るのはさ、頑張るのは当たり前っちゃ当たり前じゃない。みんな、まあもうもちろん口には言うけどさ、うん、それをこの子はこの子の熱意が伝わってきたみたいな、そういったところで判断していいのか、果たして。まあなんか、だからその鍵盤を押すのがめっちゃついて、ブーッと、あ、気持ち入ってんなこいつ。それだけで判断していいのかってことよね。なんか技術だけが全てじゃないけど、そういったことは技術で決めないといけないんじゃないかっていう話よね。俺それはわかるよ、俺は。ああ、まあ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 。なんとなくこれもわかるよ。それってさ、一番納得いかない、なんか、納得いかない原因ではあるよね、うん。でもそのことがあってから、俺ももっと頑張ろう。そういうところ上に行こうっていう気持ちにもなれるしね。まあ、熱意が伝わってくる。熱意ってめちゃくちゃ大事だけどね。多分、でも、落ちてない二人も熱意はあっただろうしね。なんか、だったらじゃあ私も別に技術なくてもよかったんじゃないっていうのは確かになるよね。まあでもそれやったらもうさ。だから、これを果たして合格にしてよかったのかって話よ。まあでもそれは確かに一回聞いてみないとね、アコーディオンを。あ、そう、まあ確かに、もしかしたら本当に 0.1 ミリの差だったかもしれないよね。うん、しかも、本当にヤバかった。ひどかった。本当にひどい可能性もあるよね。それを熱意で採用したらそれダメだろ、みたいなね。まあでもこれは確かに合格、なんかその、なんだろうな、泣いてしまった、合格した側からしたら、泣いてるからなんじゃねえかとか思っちゃうよね。そうね。しっくりこない。まあでももちろんその、もともと不合格だったこの頑張りももちろんあるんだけどもね。うん、難しい話よね。しっくりこないことある、ジュリー。納得いかないことでしょ、うん、あ、しっくりこないことでしょ。なんだろう、俺は、なんだろうな、今はね、全然何も浮かばない。うん、俺一つあんのよ。何？あのさ、字幕とかでさ、うん、見るじゃん、うん、でさ、その字幕で20万ドルとかさ、うん、なんとかワン、なんとかワンワンか、うん、いやいや、字幕なのにそれもさ、そのまま伝えたら分かんなくねみたいな。これ一時停止して調べんのよ俺。 いくらなんだろうみたいな。そう、あとたまに字幕でサンキューがそのままサンキューになってるからさ、サンキュー知らない人がいたら、なんでそのまま伝えてんの字幕でってなる時もある。ありがとうにすりゃいいんだよ。そのまま使う時もあるからさ。でもさ、自身
あの1ドルさ今100円だけどさ、うん、10年後ぐらいにさ1ドル1000円になってる可能性があるから、そうだからさちゃんと表示してほしいのよ。だからさタイタニックとかの時代のさ1ドルをさやってしまうと今見た人の価値観が合わなくなっちゃう、ね、全然違うと思うよ。だからそれをだから1ドルって書いた方がその時代の1ドルになるからいいんじゃないの。いやでもむずいよ、その時代の時に戻ってその1ドルいくらだったかって喋る時間がさ、うん、まあでも勉強になるからいいか。いいのかしっくりこないことなんだろうね。俺はなんだろう、なんかあ今のツッコミあんまりだったなとかボケあんまりだったなとかある。俺あ普段ってこと。普段あそれはたくさんあるよ。あるなんか自分で自身がボケて突っ込んだ時にいやこれじゃない方が受けたかなとか思う時あるよ。あなまあ忘れ分かんないか、うん、いやでも結構ある俺ただあ結構あるよ。それで言うと今日のラジオはやっぱ全部しっくりきてるけどね今のとこ。お来てる今のとこいいツッコミできてるね。あーいいね。2週間のブランクを感じさせない放送になってるよね。まあ特に前回と前々回を聞いてる方はね、うん、いやでも俺なんだろう意外とあんま気にしたことないかな。俺字幕だけいつもね、いやな気になるんだ。ジェシーって字幕で見んだ。いや字幕でも見るよ、そんな全部は見ないよ。そこでなんかあだってさあこういう日本語こういう感じ使うんだとかもあるし。あ吹き替えでは見ない。吹き替えでは絶対見ないですね。あ洋画は基本そのまま見るんだ、はい、吹き替えでもまあシングルは吹き替えあの僕やらせていただいてるね。あのアルフォンダックで見ますけど。すごいよね。いやびっくりしたよ本当に。あそうあたまにあるのは、うん、あのまあすっげえありがたい話なんだけど、はい、この番組俺でいいのかなって思って自分がしっくりきてないんじゃないかなって、はいはい、だから例えばなんかすごい大御所の方々の中に自分がいるときに俺ってここに並んでていいのしっくりきてなくないって自分でまだ俺そこの位置全然いけてないよとか、うん、あとはスタッフさんに田中さんあのお車の方ご用意いたしましたとか言われるといやいいそんなのとか、おあとなんかさCM 撮影の時とかさ、はいはい、椅子6個こうわざわざスタッフさんが走って並べる時とかさ、ね、カメラ前に、ね、とかさモニター前にこう映像を確認する時に並べる時とかに俺そういうのに慣れてなくてしっくりこない。わかる？いやわかるよ。いやそんなんじゃないよって思うの。でもまあ1号ベース座っちゃうよね。いやまあ用意していただいてあ、じゃあじゃあじゃあせっかくだからあああああ座るんだけどそういうなんか待遇には意外としっくりきこないことあるかな俺。じゃあ明日帰りもう自力で大丈夫ですか。いえいえそれはしっかり乗りますよ。乗りますか。じゃあ続いてじゃあねメートルあっキョク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 ブランカですね。はいじゃああのザ・チェインスモーカーですね。はいです、多めに見てください。はい。サタデースペシャル。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル、そろそろお別れのお時間です、はい、本日のジングルオンエアバトルは6人中3名がオンエアになりました3名。はい、ここで僕たちストーンズからのお知らせです、はい、ストーンズのセカンドアルバムシティが絶賛発売中でございます。まだの方はね、ぜひ手に取ってみてください、はい、そして全国アリーナツアーフィールドシティが開催中です。昨日と今日とそして明日も公演がありますね、はい、静岡での公演が、今絶賛開催中でございますけども、はい、あの皆さん改めて来られる方はフェイスシールドマスクとかしっかりか声出しもね禁止ですけども、お願いします。しっかり感染対策していただいて一緒に盛り上がっていただければお願いします。思います。そしてアニメ汎用のヤシアニメ2のショーのオープニングテーマにもなっていますストーンズ6枚目のシングル共鳴が3月2日にリリースされます。こちら絶賛予約受付中でございます、最初お願いしたファッションカップに2曲になってます。そして先週駆け逃げしたなウェイブスクラッシュのカップに2曲になってますから。で二の章今日もがね今日、声優初挑戦であそうね汎用のやしゃ今やってます。みんなで見てたね。うん、まあぜひこちらも予約お願いします。その他最新情報など含めぜひ僕たちストーンズのオフィシャルホームページをチェックしてみてください。それではお時間までいくつかメールを読みします。まずはラジオネームリラックスネークさんからです。田中さん一番しっくり来なかったことは土曜の夜にラジオの前にみんなに会えなかったことって言ってくれるかなって思いながら聞いてました。あなたに期待した私たちがバカでした。一生呪術廻戦見ててください。
まあそれはもう当たり前だからね。じゃあもう俺の中ではそのそなんだろうな、なんかそのいいじゃない、呪術廻戦ぐらい見さしてや。そう、あともう見終わってんだよこっちはよ、呪術廻戦。次別のやつ見てる。何何何回戦見る。普通の回戦、回戦そんないっぱいないから。はい、続いてラジオメートル王さんからです。番組冒頭にこのラジオがなかったら体が軽くなったって言ってましたが、僕たちって呪いなんですか。呪術廻戦見てたって俺たちを払うための勉強じゃねえだろうな。あ、ふざけんなよ。だっていやそのどうなのそれは。いや俺はお前たちのはが呪いだったとしても全て俺は受け止めて抱きしめるからね。ちなみに今日の外の気温はいくつですか。今日の外の気温は、俺もお昼みたいな放送してやろうかお前ら。今日の外の気温は 5.9 度みたいな。 5.9。 はい、はい、ということでですね、ストーンのオールナイト日本ここまででございます。わーい、お相手はストーンズ田中樹里とジェシーでした。